なんだなんだ笑いの書って知らんの、うん、ここお笑い部に伝わる伝統の書物やん。笑いに関する全てのことが書いてやんねん。こんなもんやん。すっごい、これ読んだらどんな人間でも絶対面白くなれんねんで。え、どんな人間でも。それはすごいな。なあもーちゅん、確かこの本って笑いの神様を呼び出す方法とか書いてあるんじゃなかったっけ。笑いの神、うん、なんなんそれ。もう何も知らんねんな。笑いの神っていうのは何言っても何をしても必ず受ける状況を作り出してくれる大変ありがたい神様やん。ほらあるやろ、今日はえらい受けたなとか、うん、滑り知らずやなみたいな日ある。ああいう時は笑いの神様がそばにいて受ける状況をサポートしてくれてんねん。へえ。今売れてる芸人さんにはみんなついてんで。へえ。あった、笑いの神ゲラゲラシャカムニ如来、通称笑いの神、女神さんや。なんか意外、笑いの神ってイメージで男やってんけどな。黒縁メガネかけた背の低いおっちゃんがこうやってワイヤーに吊られて登場するんじゃん。それ奥入さんや、吉本新喜劇やろ。あれはな、神様ちゃう、精霊や。年齢は834歳。しかし完璧なるアンチエイジングで年齢を全く感じさせない美貌。シルク姉さんちゃうって。ちょっと黙っててくれへん。この神が降りてくれば爆笑は必至。